今日も動画投稿頑張ります。はい、どうもメントスコラと名乗る者でございます。本日もね、 DNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それではね、皆様よろしくお願いいたします。昨日もね、やっとね広島戦で連敗を止めまして、今日もね勝っていきたいというゲームだったんですけども、もうねこのことをね早くね言いたかったんですけども、今日の試合ね1-0ということでね、見事勝つことができました。いやー、今日の勝利はね非常に大きいですよね。もう A クラス争いをね、優勝争いをしている、まあ、広島相手に、まあ、勝ち越すことができましたし、まあ、連敗をね止めた後の試合で、きっちりとね連勝することができましたので、本当にね大きな、エースのね大活躍の、痺れるようなね試合だったのではないでしょうか。本当にね、一時もね、目が離せないような試合でしたし、もう今季初めてのね、1-0での勝利ということになったみたいですね。ということでね、いつも通りね、打線や投手リレーの方を見ていくんですけども、まあ、今日の試合はですね、もう完璧なね、と言ってもいいようなゲームでしたので、私がね、思ったことはないかなというのは思いますので、そこのところは割愛していこうかなと思います。はい、それでは打線の方から見ていきます。こんな感じはやっております。番には大和選手を入れてきまして、今日はね、佐野選手をね、4番ファーストで入れてきました。ロペス選手はね、欠場という形になったんですけども、まあ、ラミレス監督曰く、まあ、プチ休憩みたいなね、休養をね、与えたみたいですね。で、5番にはね、今日対右だったんですけども、細川選手を5番レフトで、入れてきました。で、引き続き6番には戸柱選手、7番にはね、昨日ね、通算6号ホームランを放った柴田選手をセカンドで入れてきました。伊藤幸也選手はね、今日はお休みという形になりました。そして8番にはピッチャー今永選手、9番にはね、センターで細坂選手を入れてきました。最初ね、この打順を見たとき、やっぱりね、対右ピッチャーですので、1番大和選手はしんどいんじゃないかなというのは思ったのと、まあ、9番音坂選手にするのであれば、1番音坂選手、9番大和選手でいいんじゃないかなというのは思いました。ちょっと皆さんの、ね、意見をね、教えてくれたら嬉しいです。それでは1番の大和選手から順番に見ていきます。今日ね、大和選手3打数の1安打ということでした。で、筒香選手が3打数の0安打。で、信号系でのね、出塁というのが1打席ありました。で、外選手は2打数の0安打ということで、昨日ね、久しぶりのね、ヒットをね、放つことができたんですけども、最近ね、本当にね、今日の打席内容だけ見ても、かなり元気がないなというのは感じますので、少しね、心配ですよね。まあね、火曜日からの阪神戦、まあ、打順をね、変更したり、休養をね、取るという形もあるのかもしれないですね。で、4番に入った佐野選手が3打数の0安打ということで、今日ね、すべてね、いい当たりだったんですけども、惜しくもね、ほとんど捉えてしまったという感じになってしまいましたね。いや、あのね、最後の打席はね、行ったかなというふうに思ったんですけども、まあ、鈴木誠也選手はね、大ファインプレーにね、阻まれて、本当に惜しい打球でしたよね。で、細川選手は2打数の0安打ということで、今日ね、結果は出なかったんですけども、今後もね、対右ピッチャーの時、スタメンで起用していってほしいかなというのは思っています。戸柱選手は2打数の0安打、フォアボールを選んでくれて、ナイスリードをね、本当にね、してくれたかなというのは思います。で、今永選手は3打数の0安打、音坂選手は2打数の1安打ということで、2ベースプラスね、先頭バッターでのフォアボールということで、非常にね、素晴らしいね、活躍を本日してくれたかなというのは思いますので、本当にね、よくやってくれてるかなというのは思います。はい、次は代打守備交代を見ていきます。こんな感じはやっております。そうですね、今日は代打との打率を代走はなかったんですけども、守備交代は、外選手の代わりに亀田選手がライト、細川選手の代わりに佐野選手がレフト、佐野選手の代わりでロペス選手がね、ファーストに入るという感じになって、そのファーストに入ったね、最初の打席でね、もう渾身のね、もう革新となるもうホームランですよ。いや、かっこよかったですね、ロペス選手。もう神以外の何なんですかっていう話になってくるんですけども、本当にね、かっこいいね、打球、かっこいいね、打席内容で、本当にね、神様かなというのは思っています。本当にありがとうございます。で、音坂選手の代わりに桑原選手はセンター、佐野選手の代わりに音坂選手がレフトに入りました。はい、次は投手リレーの方を見ていきます。こんな感じをやっております。まあね、ここね、めっちゃね、もう少ないんですけど、まあどうしたんっていう感じなんですけども、まあいつもこれ完封の時やってるんですけどね、今日はね、冒頭でも言った通り、まあ今永選手がね、9回を投げて無失点ということで、見事ね、完封勝利を、してくれました。いやね、素晴らしいね、活躍をね、してくれたかなというのは思っていまして、140球ね、今日投げましたし、素晴らしいね、熱投ですよ。今季ね、3度目の完封プラス、もう11勝目という
ということで、本当にね、もう、浜のエースといってもね、いいぐらいの、大エースにね、成長してきたかなというのは思います。まあ、今日のね、大エースの活躍で、中継ぎ陣もね、もう一切ね、休ますことができましたので、本当にね、大エースとか、本日はね、本当に、ね、素晴らしい投球を、してくださってありがとうございます。まあちょっとね、今日140球投げてしまったので、来週のね、巨人戦、ちょっとね、不安というところもあるんですけども、まあ来週のね、巨人戦はね、もうもし今永選手がね、ちょっと不安なピッチングをしてしまっても、まあ打線がね、援護するという感じを取っていただきたいかなというのは思います。本当に打線もね、よろしくお願いします。いや、今日はね、本当に、ね、素晴らしいね、ゲームだったので、私自身もね、まだね、興奮がね、収まらないという感じだったんですけども、今日はね、この辺で終わっていこうかなと思います。本当にね、大エース様、ロペス様、いい活躍をね、素晴らしい活躍をね、してくださってありがとうございました。はい、今日はね、こんな感じで終わっていこうかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、まだ見てください。それでは、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。左腕がうなれば狙いは外さない、ピンポイントの技攻めて攻めろ、かっ飛ばせ今永。